どうも、レオンでございます。今回もですね、サッカーのユニフォーム紹介ということで、今回もですね、見えてますでしょうか、ユニフォーム、バルセロナのユニフォーム紹介なんですよ。これ今シーズンのユニフォームなんですね。で、先ほどの動画のユニフォームと何が違うねっていうことなんですけど、これはね、クラシコだけ、レアルマドリードの試合の時だけに特別に着るっていうめちゃめちゃ贅沢な限定のユニフォームなんですよ。限定ですけど、めっちゃいいでしょ、シンプルで楽天なんでね。白は多分マーキングはしてないんで、もうイニシャルとか多分ね、いいでしょ、めちゃめちゃシンプルがいいんですよ。シンプルが一番かっこいい。これ絶対プレミアムものやと思うで。10億円やったら売るわ。10億円で欲しい人、コメント欄にコメントして。一番かっこいいよね。そう、確かクラシコだけで着るって、ね、ありえへんでしょ。たった1試合。1試合のためだけに。すごいよね。やっぱバルセロナってこれシンプルな柄がいいよね。バルセロナ確かね、来シーズンのユニフォーム出たかな、なんかあんまかっこよくなかったんだかな、モテてたんやったっけな、ちょっと忘れた。なんかあんまりかっこよくないっていう感じ違ったっけな。やっぱね、あれシーズンによって当たり外れあるからね。来シーズン俺どこがいいかな、何買おうかなと今迷ってるところ。ほらまだ全部見てへんけどね。リバプールはかっこよかった気がする。ローマは別に俺好みじゃない。ミランまだ出てへんな。レアルも出たと思ってた。なんかね、ユニフォームはもう、毎年楽しみですからね、はい。いいですね、これ。やっぱシンプルなんがいいよね。バルセロナではね、マーキング、プジョル、あと誰やろ。俺別にメッシとか別にファンじゃないんで、別にいらないんですよ。で、シャビとかも別にその興味ないんで。好きですけど、別にそんな、マーキングで欲しいっていうタイプでもないんでね。まあ、ロナウジーニは欲しいですね。これロナウジーニにマーキングすればよかったですね。まあ、それはまたいつかのバルセロナ2本でマーキングします。かっこいいですね。はい、今回はですね、今シーズン、2021-22 シーズンのホームバルセロナの限定モデル、クラシコモデルかな。クラシコの時だけに使う、使用したユニフォームの紹介でした。ありがとうございました。